静岡県第7区はかつて存在した日本の衆議院議員総選挙における選挙区である。1994年の公職選挙法改正で設置。2002年の公職選挙法改正で消滅した。これはこの際行われた区割改正で静岡県の衆議院小選挙区が一元となったため、7区が分割され、多区に編入。 それまでの静岡県第9区の名称が新たに静岡県第7区に変更となったものである。そのため、旧静岡県第7区と現在の静岡県第7区は全く別個の地域である。1994年公職選挙法改正から2002年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。2002年の小選挙区割り変更に伴い、 三島市、田形郡伊豆長岡町、神奈美町が国営、へ、熱海市、伊東市、下田市、鴨郡、田形郡が6区へそれぞれ編入された。第42回衆議院議員総選挙6月25日、静岡県第7次の内閣、第1次、森内閣解散日、2000年6月2日、公示日、2000年6月13日当日有権者数。 36万1567人、最終投票率 68.、68.22%第41回衆議院議員、総選挙10月20日静岡県第7区時の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日、当日有権者数、35万6361人、最終投票率、 61.78%ありがとうございます。